これ見てびっくりしますよね。子どもたちも全部参加しているんですね。これでもっとびっくりするのがあるんですけども、このような結び部分があります。民主主義の大先輩たるアメリカ、世論の国アメリカ、我々の信頼するアメリカがかかる行動に出ようとしていることは誠に遺憾千万である。未来の沖縄が滅びるか栄えるかの瀬戸際に時代を背負って立つ我ら学徒は、トライス勧告を拒否、四原則貫徹のために微力たりとも尽くす義務を負うものと信ずる。しかしながら我らはあくまでも学徒たることを忘れず、本文をわきまえ、常に冷静かつ純粋なる態度でことに当たるべきである。我々は全沖縄の高校生に呼びかけ、日本の青少年に心の底からの叫びを訴えよう。それがやがては世界世論を動かし、問題解決の一助となるであろうことを固く信ずると。これは、那覇高校の生徒会の決議文であります。当時は高校生も全部この四原則の貫徹運動に出てたわけで、あります。このような運動で再び、今度は2回目の渡米派遣団が出ます。